気分よく。気分よく。ねえ。気分良すぎよね。なんか、YouTube の時に森脇見てたよね。はい。あの、補助グランドの。そう。水飲み場でシャワーガールにしてたとかね。はい、まあでもそういう時があって、やっぱり今のね。はい。あの、いつかはやっぱりちゃんと、してあげようと。だからやっぱり我々どうしてもやっぱり時間がかかるんですけど、まあその分こう歩みは止めないんで、遠くへ目指すところへ向かっていきたいなと思ってるんだけどな。クラブハウスもすごいです、ね、あ、見た、見ました、見ました、見た、はい、すごいです。そう、あれはね、東優さんっていう建築デザイナーが、君のことを小学生から知ってる、ここは助けてほしいって言ってたの、分かってますとか言ってたんで、やっぱこれはやっぱり長い歴史の中で、愛媛市を見ながら、あるいは、まあ、それそこにはやっぱり、まあ、言ってみればお父さんや、まあ、いろんな方々、これってすごい人数いらっしゃる。愛媛県内にと関係者がもし500人ずつ生まれてるとしたら、まあ、サポーターも含めて。もう20年いたら1万人は関わってるわけじゃないですか。で、実際にこのクラブハウスも、まあそういう中で、だから多分ここに関わった人たちは、ものすごい、もう協力の気持ちでやっていただいたかなっていう。だから心こもってる感じがする。内装一つ見ても。いやー、よかったです。手抜きなし。はい、デザインも。デザインも、うん、もう素晴らしい。いやー、なんかね、うん、頑張ろうかなと思います。選手めちゃくちゃ喜んでます。うん、喜んでる。はい、うん、いやもうそのためだからね。はい、やっぱ僕が社長になった時ももう怪我人続出で、でその要因の一つにやっぱりこう人工芝を週にトレーニング場としているっていうのが僕自身は感じたんですよね。やっぱプロの脚力だと、アマチュアが人工芝をやるのとは比べ物にならない衝撃が多分膝にも腰にも多分来てるんだろうなと。だからもう芝の練習場っていうのが5年来ですよ。まあ僕だけじゃないよ、いろんな人たちみんながなんとかできないだろうかって、まあそれがこのサンパークやったっていうのがね、すごい良かったですね。また年いっぱいあるよね。まだ余ってますよね。1、2年。でここ、まあ、緑、森を残しながら、ね、はい、森のこう静寂と、それとボールを蹴る選手たちの躍動感と、静と動が、まあ、ここに来ると見れるっていう感じになってくると、まあ、近隣の人たちが、まあ、サポーターの人たちが、ファンサポーターの人たちがやっぱり来て、静けさと、ボールを蹴る、声の掛け合っている、そういう像を、このギャップを楽しんでもらえたらな、なんか雰囲気が、なんかヨーロッパの。そう。あ、わかった。はい。それ目指してんのよ。あ、そうなんですか、うん。なんかプレミアのクラブみたいな。うんうん、そう。何度か、僕の場合はドイツを回ってなんだけど、はい、まあ、ケルンとかドルトムントとか、で、ここフライブ、ST プラスフライブと提携してるんで、で、見たときに必ず森の中の、あ、生徒と必ずこう実現してるなっていうのがあって、まあ僕らも目指すはそこかな。で、ここ見たらもうなんていうかなり木が成長してたんで、これを活かしながら、すごい。やろう。公園みたいな感じですもんね。だから、うん、サッカーパークを目指してるんですよ。うん、ここ全体をこれからです。ここね、楽しみですね。ここもね、はい、これが完成ではない。ごめんなさい、中尾。これからもお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。よろしく。